左右。はい、おはようございます。若旅旅男です。今日はね、本来の Vlog の目的である、私のね、一日、何でもない主題のない、たわいのない一日のね、様子を撮ります。まず起きたので、体重ですね。体重を測りましょう。80.8、体脂肪 24.1。 80.8 だけどね、このカウチンセーターを着てるので、カウチンセーターの重さ 1.2 キロを引きます。体重を 80.8 から 1.2 から 79.6 だね。体重はですね、ほぼ変化なしですね。もうずっと変化なし、79キロをうろちょろ。ここはね、去年の8月からね、ダイエットしました。83キロ近かったのをダイエットして、一時期10月の末にはね、76キロ台になったんですけど、ここからね、11月からエニタイムに行くようになって筋トレを始めて、3キロぐらい増えましたね、体重が。まあほぼ筋肉でしょう、きっと。昨夜からね、雪が降ってたからどうなってるかね。積もってはいないね。雪は降ってたけど積もってはいないと。で、左右お湯ですね。で、お湯を飲みながらね、膝の治療です。ここら辺がおかしいのと、足の裏がおかしいですね。ロイヒ貼ってますけど、ロイヒを剥がして低周波治療しますね。まずこれをね、貼って。どうも裏の腱が悪いようでね、ここね、2本、医者に行ってたんですけどね、医者に行くとね、もう3時間ぐらいかかっちゃうんですよね。正味受付して、それからドクターの診療をしてもらって、その後リハビリのコーナー2階に上がってね、リハビリに行くんですけど、そこでもね、担当者が決まってるからね、担当者があくまで待ってなきゃいけなくて、そしてまたなんかどうでもいいような治療を受けるんですけどね、なかなか3時間以上かかるもので、もう行くのやめました。で、買ったのはね、これね、伊藤短波低周波治療器、伊藤短波。高いんだよね、10万円ぐらいするの。それを買って治療してます、自分で。まあ気長にね。今日はね、このモード SEQ の1というモードですね。これを80分間で出力を、とあんまり上げすぎるとね、痛くなるので、そうね、大体60ぐらい、このぐらいですね。今日はこのぐらい、54、これで60、80分、そう、まあ多少は良くなります。そして6時になったので、息子と妻のお弁当を作ります。エアコンも入れてあげて、私はあんまりエアコンつけないんですけど。さあ、お弁当。猫もですね、起きたみたい。おはよう、いっぱい寝た、ご飯食べな。豚こまが残ってたのでですね、生姜焼きですね、塩コショウで、ね、生姜、これもね、昨日甘酒作ったやつの残りだね。風邪ひかないように、体温上がるように、コロナに負けないように、で、醤油ですね。私は薄味ですね、お弁当にあんまり濃い方がいいんだけど。はい、ご飯が炊きました。みりん、お酒ですね。今日のお酒は上泉雪ホタル、雪ホタルを入れて、あいよ、はや、なんだよ、鶏ガラスープの素を少し入れます。あいよ、まだ開けない、寒いからね。で、あと醤油のとんがりをなくすためにね、ラカント S じゃなくての元の、なんだっけ、エリスリトールを入れます。エリスリトール、これでね、箸でね、混ぜるよりも手で揉んだ方が美味しくなるので、手で揉みます。そしてね、ごま油入れるの忘れました。ごま油を少し入れていきます。よいしょ。お茶を持たせるので、お茶を作ります。今はね、なんだっけ、ルイボス茶、ルイボスティーを作ります。これは朝ごはんね、残り物の旨煮を温めてます。
で起こす時間になったので息子を起こしに行きます。よいしょ。お猫はお忙しいね。ご飯だよ、はい、おいしいよ、起きろ、冷めちゃうよ。ティーはね、沸騰したら弱火で5分間煮出します。ご飯のともね、微量栄養素が取れるのでふりかけをかけます。悪戦苦闘の結果、なんとかね、お弁当ができました。生姜焼き、明太子、そぶしも乗せてできました。鯛をいただいたんですけど、ちょっと放置してたので刺身は無理なので干します。猫ちゃん、なんで迷惑そうなんだよ。ここはね、エアコンが当たるから気持ちいいんですよね。猫のトイレも掃除して、今から燃えるゴミを持っていきます。はい、第1回目の食事はバターコーヒーですね。歯医者さんの定期検診でした。1290円、帰りましょう。歯医者から帰ってきたので、進撃の巨人を Amazon プライムで見ています。っていうのもですね、この間ブラタモリを見てたら、大分県日田市の特集をしてて、そこは超盆地で、そこ出身だそうです、この作者が。その盆地の山が囲まれた山を見て、山肌を見てですね、作者はそれが壁のように感じたそうです。小さな小さな集落で、そこを早く出たいなと思って、この進撃の巨人が生まれたそうです。でそこに興味を持ちまして、遅ればせながら今このアニメを見ております。なかなかね、際どいあれ作品ですね。第2食、まあ豚の生姜焼き、お弁当の残りですね、っていうか多めに作っておいたやつと、これがスープ。はい、昨夜茹でておいて冷たいままの胸肉を追加、これは全部食べます。生姜焼きは少しですね、3分の1ぐらいですね、全部食べました。続いて冷めた浮かしたさつまいもと、冷たい昨日作って冷ましておいた冷や飯の赤飯、これを食べます。はい、ごちそうさまでした。残りはね、食べなかったですね。おにぎりはまた2時間後ぐらいに食べます。そして今日はですね、車が車検なので車屋さんに持っていきます。約束は午後1時。マツダ2だけど、ここにスカウターがついて、スピードとかね、制限速度とか情報が出てるんですよね。カメラで映ってないけど目視はできます。どいしょまあ、夢やロマンはないけど、なかなか乗りやすいですね。運転はしやすい。その後ジム。そして夕食、また茹でた胸肉とちっちゃいね、一口の大の辛いもの、これですね、いただきます。というわけで8時半、おやすみなさい。